まない 100% のおめでとう。時を込めて君を愛せるか、本当に君を守れるか。クラブジョーディー25歳おめでとうございます。2019年度事務局長南田直人です。みんながコロナに負けずにたくさん頑張ってる姿いつも見てます。これからもザ・ファーストステップたくさんの人に届けていってください。おやすみなさい。皆さんこんばんは。2018年度事務局長の橋本湊人です。今日はスペシャルゲストが来てます。じゃん。2018年度広報部長の松本海です。イエーイ。僕たちは今学生と、社会人として、東京で暮らしてるんですけれども、まあ、こうやってふとしたタイミングで会えるような仲間をジョーディーで作ることができました。なので皆さん、同期や、先輩後輩とのつながりを大切に活動頑張ってください。25歳おめでとうございます。ちょうどいいかもしれない。イエーイ。25周年本当におめでとうございます。クラブジョーディの初代代表の白岩正蔵です。私が20歳の時に大阪で設立したのがジョーディです。以来25年間本当に多くの皆さんにその思いを紡いできていただいていることにまずは感謝を申し上げたいというふうに思います。ザ・ファースト・ステップ・ザ・ワールド、今風に言えば多文化共生、そして多様性、その豊かさや課題を共有をすることでしょうか。デジタル社会になりましたし、世界はどんどんとボーダレスになっています。今の時代だからこそできることにぜひ果敢に挑戦をしてもらいたいと思いますし、その経験やネットワークがまた皆さんの人生の糧になればなというふうに願っています。ぜひこの世界を、そして人生を大いに楽しめる、そんなジョーディの活動や居場所にしていきましょう。君を今の気持ちのままで見つめている。